大正3年の今日、日本中は青島陥落で大騒ぎでしたね。第一次世界大戦の火の手はアジアにも燃え広がって、イギリスは日本政府に青島にあるドイツの東洋根拠地を壊滅してくれと頼んできたんです。まあ、これに成功すれば中国や太平洋での発言力が一挙に増えると考えた日本政府は、よしとばかりに8月5日にドイツに宣戦布告。三月後の11月7日、ついにドイツ軍が白旗を掲げたので青島入城と相なったのです。こうして日本は青島の旧ドイツ領を手に入れたんですが、勝った勝ったでもう日本中は大喜び。花電車が走ったり、花火が打ち上げられたりして大騒ぎ。何しろ日清日露の戦争にも勝ったし、日本人は強いんだという観念がここにがっちりと植え付けられてしまうことになるんですね。